私は今ただいま JR 西日本米原駅にいます。本日の動画はですね、大阪飛騨に乗っていくということで、米原からですね、大阪まで、特急飛騨機関85系を、乗ろうと思っております。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、こちらね、高山本線で走ってます機関85系に関しましては、今度の、ダイヤ改正で、すべて HC85系、新型の車両ですね、入れ替わるということで、こちらのね、大阪飛騨と言われる、高山方面からですね、大阪に行く、飛騨も、こちら、HC85系にね、今度の、ダイヤ改正で変わるということで、最後、無理納めということでですね、こちら機関85系、ぜひ乗ってみたいと思っております。それではですね、改札、入ろうと思います。2番線ですね。ちょっと見づらいですけどね。飛騨36号18時23分、大阪行きとなっております。こちらもね、飛騨、大阪飛騨と呼ばれているこちらのね、高山から、大阪まで行く、飛騨号もですね、今度のダイヤ改正でもしかしたらですね、廃止されるかという噂も あったんですけども、奇跡的というんですとかね、残ることになりまして、ほっとされている方も多いのではないかと思っております。機関85系、こちらの、車両もですね、もう30年くらい経っている車両ではあるんですけども、まだまだね、走れると思うんですが、新型に変わるということで、環境にもね、優しい、ハイブリッド車で、再デビューという形でね、今後ですね、大阪飛騨ですね、残ってほしいと思っております。はい、2番線にしたんですけども、ですね、こちら313系止まってますよね。この車両が電車中の列車は回送列車、回送列車ですね、回送列車が発車してから入線するんではないかと思っております。313系もですね、久々に見ますね。私は5000番台ですね、多分。そうです。大阪飛騨、機関85系入線しておきます。やっぱね、これ入線前のこの瞬間がね、本当ね、楽しいですね。おお、来ました来ました。さあ乗りますよ。飛騨もね、私もね、台風によったら確か11か12くらいでね、今からの34
10年前の話になるんですよね。あの時のね、時をちょっと思い出しますね。はい、米原に着きましたので、ここでね、JR 東海から JR 西日本に変わるということで、運転手さんとね、車掌さんは、西日本の方に変わります。さあ、私もね、乗車しますよ。さあ、久々やな、来た。おー、89、85件、はい、ここ、車内入るとね、まずね、床が絨毯なんですよね。これちょっとまたね、バブルっぽさをね、感じるこの瞬間、いいっすね。おー、では、座りまーす。車内なんの、フットレストがあって、今ではね、なかなか普通車にフットレストってないんですよね。そしてこのテーブル、おそらくこの車両自体がね、もともと喫煙車の車両だったのかな。ちょっとね、タバコのヤニっぽさを感じて、ね、ちょっとね、つるような感じもしましたけどね。はい、まあ、それだけ時間が経ったっていうのもあると、思われます。はい、そしてスピードメーターなんですけども、ね、まあ先行して今新快速走ってるのもあると思うんですけども、だいたい90とかね、まあどんなに頑張っても100キロぐらいですくらいしか出さないんですよね、これね。まあそれだけ、まあ、なかなか飛ばせれないの、なんかもったいないような感じもするんですけども、まあこのね、カミンズ製のね、ディーゼルがね、なかなか堪能できないっていうのがちょっと残念ではあるんですけども、まあその分ね、車内はまあ静かでしたね。改めてね、今時刻表を見てるんですけども、8時17分にね、新快速が、先に発車しまして、5分後にこの飛騨36号が走ってるんですけども、まあ、この時刻表通り、停車駅見れば、分かるんですけども、
も、新幹線ね、彦根、ね、の動画は大宮島やすとね順番に止まっていくんですけども、まあこの飛騨36号は米原を出ると次は草津ということでね、やっぱりね先行列車にねやっぱり、最高速度をね、120キロを出すと、まあ、簡単に追いついてしまうということで、スピードを、抑えながらの運転となっております。この状態はね、まあ、終点の大阪まで、続くんですけどね。坂野線以上亀岡方面32番
たしました。特急飛騨36号大阪行きです。前から1号車、2号車の順、一番後ろが4号車です。本日は4両で運転をいたしております。次は新大阪、新大阪に行きます。19時44分到着予定です。新大阪を出ますと終点大阪に降ります。ご乗車はできませんのでご注意ください。まも
なく終点大阪です。お忘れ物を見てください。